でですす井さあ行きましょうか質問先生に〇〇と言われたはい前回からいろいろなとこからの質問というので始めたんですけれどもこれも特に YouTube では多かったかなそうですね今までの YouTube の中多分一番多いのが学校の先生とか予備校の先生に〇〇と言われたどうすればいいですか という相談ですねそういうのが多かったですね、確かにこれは本当にの多分言われたことをえ受け取れないんと腑に落ちないんですよだから、第三者のわれわれに助けを求めてくるっていうどういうことなんですか、これは意味がわからない、どういう意味なんですかね。 うん、そういうことですねそういうんか使われ方として機能したんですね。たくさん機能させてきました。はい、まあ確かに身近にの先生にはそう言われちゃったってなると、うん、相談する相手はいないですもんね。うんまあ、そんな時に ここに質問していいたただけければ、ね、すごいありがたいですけど、うんまあ、困惑とか、うん、こう不安とか、うん、なんかこう理解していない自分がおかしいんじゃないのかとか、うんまあ、そういう気持ちになりますよねなんかいろんなことを思っちゃうわけじゃないですか、うん、そうですねだからできるだけ、うん、その自分がへのアドバイスをするときには、はい やっぱ困惑はさせたくないなと思って。困惑させたくないです、ね。はい、そのアドバイスの目的が。困惑ではないですからね。<う>はい<の>、むしろすっきりしてほしいわけですし、はい、頭。ゴールと前、ゴール、違うゴールに導いてるんですよ、ね。そうですね、<れ>なんかこう。うん、そう、なんか頭の中こんがらがっちゃって。<laughs> うん、あええー、じゃあ、もうどうすればいいのか、わかんないみたいな、うん、そういうその悩みの。 ドツボにはまるみたいな、うん、そういう状態の生徒を作り上げたいわけじゃないのでで,、ね、できるだけその悩んでる子とか、うん、まあうまくいかない人に対して一緒にこう解決策を考えていきたいとか、はい、あとまあ何て言うかなシンプルに楽に考えられるように、うん、そうですね,、うん、そうですね次の絵に向かうためには、うん、なんかこう頭の中でこんがらがったなんかこう、うん、毛糸玉みたいなこう。 ほぐしてやりたいというか、<laughs> そ,うね、そんな思い。はい。意外とそんなのややこしく考えることないよ。という風うにう、ね、あの言いたいなと思って。うん、自分は。 関わっているんででですすけどそうですね、はい、こう真面目で先生の言われたことを逐一メモを取ってあの時こう言われたこの時こう言われた、うん、これを気をつけなきゃあれを気をつけなきゃってやってるうちに何もできないみたいな感じがらめになってそんですね <laughs> それはだから真面目な人ほどそういうこと起きやすいですよね、うん、言われた、うん、どうすればいいんだろうみたいな、うん、あとなんかそのメモしてったことが、うん 昨日言われたこと、一昨日言われたことと、うん、今日言われたことでなんかうまく整合性が取れなくなったりとか、どうしたらいいんだみたいな、あるあるですよね。あるあるです、あのうん、言われたことをやったのに、それでまた注意されるとか、あ,ありますね、ありますよね。自分も経験ありますね、<laughs> 受験生の時になんでじゃーみたいな。うん だこれは解決方法ですよね。そうですね、解決方法というか、まあ要はその受験に限ったことじゃないんですけど、あの何かを人にま相談したりとか、まあ何かを人からこう助言を受けたりすることって、その例えば受験終わっても、はい、あの人生の中で結構あると思うんですね。ありますね。はい。だそういう人からのそのアドバイスや助言と。 どう関わっていくかっていうことの話も大きな話ですけどそれとつながってくるように思うんですねはい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 結局世の中にはやっぱりいろんな人がいて自分に対していろんなことを言ってくれる人がいるんですけどやっぱりそれをそれがそのべてが自分にとってプラスになるとは限らない限らないなるものもあるだろうしそうですね 本人は善意で言ってくれてるかもしれないけど、うん、自分にとってはそれが合わないとか、うん、そういうことってのは十分考えられますよね。だから、えっと、そういうい前提に立って、うん いろいろなことをいいろろ言っていただけるのは、ね、ありがたいんだけどその中でやっぱりそれを自分で選ばなきゃいけないっていう意識は持っていた方がいいと思うんですよ。最終的に選ぶのが自分っていう、はい、ところなんですね。はいはい、そ,すねそれはその今後の自分の行動を決めることなのでそこはすべて自己責任になるから、はい、その誰かがそう言ったとでその通りやったのに、うん、うまくいかなかったときに、うん、じゃあその人は責任を取ってくれるかと取れないですよね。取れないですだから結局は 自分で納得して腑に落ちてだからやるんですよねそのアドバイスを取り入れる、はい、そうです、はい、だから逆に言うと納得してないかったらやっぱりそこはすべきじゃないんですよねやっちゃいけない、はい、あの、まあ、リスクがあるっていうかそれをやっちゃうとその単なる言いなりになってしまっていいんですかっていうそれでだから結構そ,そこだと思いますやっぱりその自分で人の助言をちゃんと 聞いた上で、うん、よしそれやってみようって思った時点でやっぱそれはもう自己責任なので逆にそういうふうに思えないどうしても思えないっていうものに対しては気持ちだけ受け取っていけばいいんじゃないですかね、うん、そのなんかこう, <laughs> う、ねはい、助言として言ってくれてるんだから、はい、うそういう行動だけ、うん、あの受け取って、うん、ただそれを自分の中で その受け取って実践するかどうかっていうのは全然別だというふうに僕は考えていいと思いますよ、そうですね、はい、そうしないとやっぱり自分というものを形成していけないですよね。はい、はい まあその自己責任っていうことで言えば試験会場は一人でやるものなんで,で先生、ついてきてくれるわけでもないですからあのその試験会場にそこでこう何らか自分で判断をしていくで自分で決めていくっていうのの訓練でもあると思うんですねその自己責任として捉えて自分で判断してなんかこう言われたことをやるためにその絵描いてるわけじゃないですからね。やっぱり そうですよ、ね、あ,<ー>あとまあ入試にこう絞った話として言えば、うん、大学の先生っていうのはその受験生の絵を見る、うん、えっときにどこかしらの予備校に属しているであろうということは大体分かってるんですよねどこの予備校なのかわかんないですけど、はい、まあ全く予備校に行ってない人ってやっぱ少なくて、うん、どこかしらの予備校に属してる、うん、それは分かってるんだけど、うん、でも。 例えばお茶ゃだったらお茶ゃの生徒なわけなんですけどお茶ゃの生徒である前にその人なわけじゃないですかその人個人だから別にお茶ゃにいる生徒は全員が1つのお茶ゃ生ってわけじゃなくてみんな個人なわけですよね一人一人人人全然違う考えや違う美意識を持っていてそれ当たり前のことなんですけどだから大学の先生から見たらやっぱりそのえっと お茶生だなって見えるよりも、うん、そのお茶美声である前に、うん、えっとその個人としてのあなたを見たいわけなんでそういう意味でもそのお茶日に通ってお茶日の先生に言われたことで全部自分が染まっていくんじゃなくて、うん、やっぱり私はこう思うとか私はこうしたいとかっていうのをちゃんと大事にしてないと、うん、大学の先生から見た時に。 魅力的な人になれなくて結局入試でも負けちゃうんですよね、個がないっていう部分でだから基礎的なところとかいろんなコツとかは確かに予備校で学ぶメリットあるんですけど事故をやっぱ捨てちゃダメで私も全部言われたことをただただやりますと予備校で言いなりですってなっちゃったら結局受かんないんですよね。そそうなんですよねだかられは本当大学の先生 口にしてることなので、まあこれは別にお茶目に限ったことじゃなくて、だから予備校ってものとのなんか付き合い方っていうのをそうですね、その受かるためにやっぱり行くわけですから、受かるためにそのあの逆に受験なんと予備校の言いなりになっちゃう人っていうのはその逆効果ですよって思います。逆効果です。そうなんそうなんかこう狭い範囲に収まっちゃダメですからね。個人個人が持っているのが一番その。 可能性高いですからね美術の特性ですよねそこが自分を発揮することで開いいいててくんでですすよよそこを知っほしね自分を閉じていく人って結構いるんですねこう「言われたこう言われた」って「私はできない人」みたいなんじゃなくてこう開いていく自分を作っていく自分を形成していくので言われたことに対して判断していく。もし理解でできないことあれば 置いきましょううそでですすねこ毎回ってけああとはやっぱり今までの話は受験生に向けての話だったんですけどアドバイスする側の人もやっぱり。アドバイスする側先生側先生側も多分こういう悩みが生徒の中に多く出るということは。 先生側の何と言うか言い方みたいなものも結構やっぱりこう悩ませちゃう原因でもあるのかなとは思うんですよ。それ別に悪気はないでしょうけど。踏み込みましたね今。うん、<laughs> そうですね。でも先生たちはやっぱりその。これは問題だと。 やっぱその,その生徒をこう育てたくて関わってるはずなのに結果的にはその生徒がどんどん萎縮してっちゃったりとかそ、ね、その自分の関わりによってですねだからそれは、うん、なんかこう,うまくその生徒の良さを解放できるような関わり方とか別に正しいことは言ってると思うんですけど、うん、結果的にそれが萎縮させるんであればあまりなんか。 いいい策でではないですよねだからそこでちょっと、うん、相手の様子を見ながら、うん、あんまりこれ言うとこの子は萎縮しちゃうなとかそういうの見たら若干柔軟にやるのがなんか適切な気が僕はしますよ<ー>、はい、先生にとってそれが正義である、はい、正しいことであるとしても、うん、そのアドバイスによってうん、うん、何か悪い そうですね影響を生むん,、まあ、んであればそれが、うん、そ,のその先生にとっての正義や正しさであったとしても、うん、そういう指導じゃないぞと、うんうん、あんまりだからそんなに正義にこだわるよりも、うん、あのその生徒にいい影響が出る方を重視した方が <laughs> 僕は指導としてはいいんじゃないかなっていうふうに提案したいですけど、ねえー、ああでもまあ、うん、その正義感に変わられてる人いっぱいいますよ そうですまあそれはご自分のい,い,、はい、いろんな考え方あるでしょうから、うん、まあ僕の考えですけどねそれは、うん、はいそんなとこでしょうかね、はい、今日は以上になりますそれではまた次回ですさようなら